さんにお聞きしますけども、今年 F1 日本グランプリに来られた方どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。ミカハッキネンさんの走りもご覧になられたということでね、多くのファンの方々がね、ご覧いただいたそんな走りの、ね、エピソードなんかもいろいろ聞いていきたいと思います。さあ、それではですね、早速なんですけども、ゲストの方をお迎えしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。それでは今回のゲストです。98年のですね、鈴鹿で決めたワールドチャンピオンから20年、 F1 のレジェンドドライバーです、ミカハッキネンさんです。ありがとう、サンキュー、サンキュー。はい、本当にたくさんの、ね、ファンの方々が、来てくださいました。まずは一言皆さんにご挨拶といいますか、メッセージお願いします。Yeah, thank you, thank you. It's a beautiful course here. It's incredible. And it's great to see the fans, of course. もちろん、ね、ファンの皆さんにまたお会いすることができてとても嬉しく思っています。またね、クラシックカーがもう、パドックでもここでも本当にたくさんあって、もう最高なのね、目に優しい。はい、ということで皆さんどうぞ大きな拍手をお送りいただきたいと思います。では、ミカさん、お座りいただきましょう。特集を行っていきたいと思いますけども、さあ、ミカさん、F1 日本グランプリ、今日ね、たくさんの方々が、F1 日本グランプリも見られて、そしてまた1ヶ月後戻ってこられた、ミカハッキネンさんに会いにですね、またお越しになったということなんですけども、あれから1ヶ月ですけども、あれから1ヶ月、ミカさんはどんな暮らしをされてたんでしょうか。どんなスケジュールで動いてたんですか。Oh wow! 聞くんですかって。もうみんな聞きたいと思います。I don't know how long time you have time to listen to all the story. 話長いんで、皆さんお時間大丈夫でしょうか。大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。一ヶ月、ミカハッキネンの一ヶ月を聞きたい。Well, it's been a very busy time. It's been a fantastic event, fantastic time. But mainly, it's been focusing for the family.I'm very fortunate to have 5 children, so that has been taking a lot of time in my life. Traveling also quite a lot in Europe. Not so much outside of Europe, but mainly in Europe.そうそうそう、本当にね、この1ヶ月間、まあ、忙しかったと、最近とても忙しいんですけれども、まあ、この1ヶ月間は結構家族で過ごした時間も多く、僕は光栄なことに子供が5人いますので、本当に子供と遊んだり過ごしたりするので、とても楽しい時間を過ごしていますけれども、まあ、その他ヨーロッパないですが、たくさんやっぱり仕事もあるので、飛んだり来てましてましたけれどもね、あっという間の1ヶ月でしたと。やっぱりね、まあ、鈴鹿サーキットともちろん、ホンダさんの最初のサーキットだったし、今でももしかするとホンダさんのテストサーキットとトラックとして使うこともあるであろうし、だからやっぱりこうすごくレースにつながっているこの鈴鹿サーキット全体、その、ファシリティ全体が全部やっぱりこうサーキット、